それでは、多田がこの論文について紹介いたします。この論文は、先日行われた EMNLP のショートペーパーになります。まず、概要として、この論文では、表題にもあったんですけど、Easy Data Augmentation、簡単な、データ拡張をしようということで、そういう論文です。で、具体的ではないですけど、さらっと触れると、文に対して4種類の編集っていうのを行ってデータ拡張してあげようっていうものになります。で、実験で、特にローリソース、トレーニングデータとか小規模なものに対して、強力というか、精度向上が、確認できたというものになります。で、トレーニングセット 100% 使用時の精度を、大体 50% のデータと、この EDA の拡張で、同じような精度達成っていうふうな、論文になります。導入です。テキストクラシフィケーションっていうのの精度は、トレーニングデータの、サイズと質っていうのに依存しているというところがあります。で、データ拡張により、よりロバストな、モデルを得られるっていうのが、知られています。で、これまでに、折り返し翻訳だったりノイズを加えてあげたり、言語モデル使って、同義語置換とかしてあげたりっていういろんな、拡張の方法を先行研究があるんですけれども、筆者らは、これらは、有効なんだけど、コストが高いよねっていうふうに言っています。で、この論文では、シンプルかつ言語を問わないローリソースな、データ拡張っていうのを提案しています。で、ここから、具体的に何をするかっていうのを、触れていきます。で、 EDA っていうのは先ほども触れたんですけど、4つの、操作っていうのを、行っています。で、これのこれから4つ挙げるんですけども、そのいずれかを、ランダムに、実施するっていう形で、拡張を行っています。で、1つ目が、これは先行研究でもやってるんですけども、文から N 単語、ストップワードじゃないのものを選んであげて、で、それで各単語のを、ランダムに選ばれた同義語と置き換えてあげる。この論文では、同義語を、ワードネットとあと同義語辞書っていうのを使ってやってあげているっていうものになります。で、2つ目のランダムインサーションっていうのは、文中の、ランダムな単語の、ランダムな同義語っていうのを持ってきてあげて、で、文のランダムの位置に挿入してあげるっていうのを N 回繰り返すっていうものになります。で、3つ目の、ランダムスワップは、文から2つ単語をランダムで選んであげて、それで入れ替えるっていうのを、N から行ってあげるっていうものになります。で、最後に、単語の削除なんですけど、確率 P っていうのを、後でちょっと触れるんですけど、っていうのをもとに、文の各単語っていうのを削除してあげるっていう、この4つの、操作で、データを拡張していきます。で、長い文っていうのは、ランダムに行うのでノイズを多く含むっていうことが、あり得るので、バランスを取るために、変更する、単語数 N っていうのを、簡単なんですけどこの式で定めています。アルファが、単語を、操作する割合を示すもので、L が、文の長さです。で、今回この先ほど触れた、単語を削除するっていうのの、確率 P って言ってたのは、ここではそのまま A を入れてあげて、アルファを入れてあげて、すみません、をそのまま、同じような割合で操作を行っていくっていうようになります。で、これが例で、一番上がオリジナル文章で、それぞれ操作を同義語と入れてあげたり、ランダムにこう挿入してあげたりとか、入れ替えてあげたりとかっていうような文になります。で、この、EDA っていうのを、5つの、テキストクラシフィケーションの、ベンチマークタスクで実験していきます。で、左の列から、クラスと、L が、平均の文長と、トレインデータテストデータと、ボキャブラリーのサイズになります。
で、先ほども触れたんですけども EDA っていうのは小規模なデータセットでより役立つっていうのが想定されます。なのでトレーニングデータの量を変化してあげて、まあ、実験していきます。で、今回は、LSTM と CNN 使ってあげて実験します。で、これが、データセットを変えてあげたとき、サイズを変えてあげたときの、まあ、先ほど5つ、データセットを使ったんですけど、その平均のスコアになります。で、まあ、全部使ってあげたときに、まあ、平均 0.8 ポイント。で、500とか、これは、分の数なんですけど、小さくしたときに、まあ、3ポイントぐらい、アベレージが上昇しているっていう、向上しているっていう結果を得ることができています。で、これは、各データセットの、横軸が、データセットの、使っているデータセットの割合で、まあ、縦軸が精度ですね。で、各データセットの、スコアの推移と、まあ、右下が、まあ、全てのものを合わせた数になり、合わせたグラフになっています。で、まあ、オールデータからもそうなんですけど、まあ、特にトレックとかこれ6地の、クラシケーションタスクなんですけど、こういったもので、まあ、小規模な、まあ、データセットの割合が少ない使っているものが少ないところの時に、まあ、EDA 使ってあげると、精度が、ちゃんと向上できているよっていうことが確認できます。で、先ほどの、概要でも触れたんですけど、大体 50% のトレーニングデータと EDA 使って拡張してあげると、トレーニングデータ全て使った時と、同じような精度が得ることができています。で、まあ分拡張するのはいいんですけど、これクラシケーションタスクやってるので、操作して拡張した分の、クラスが変わってしまうと、それはそれでちょっとっていうのがあるので、そこを確認していきます。で、データ拡張しない状態で先ほどの PC タスクポジネガのこれですねのタスクをやっていきます。で、拡張してないデータで LSTM をトレーニングしてあげて、で EDA で、テストデータの各部に対して、まあ、先ほどの操作を行ってあげて、各部に対して9つ、拡張の部分を生成して、まあ、それで、実験しています。でこれが、その、可視化した、ものになっていて、で、三角が、三角と丸がオリジナルで、同じ色の、ドットというか点が、拡張した同じクラスのものになっています。で、まあ、大体おおむねほとんどの場合で、拡張された分が元の、オリジナルの分と同じ、元のラベルと同じような状態であるということが確認できました。で、次に、まあ、4つ操作しているんですけども、各操作の効果っていうのを見ていきます。で、この線の色の違いは、まあ、このデータセットの違いになります。で、横軸が先ほど触れた変操作する割合っていうか、そうですね、割合の、パラメータのアルファです。で、縦軸が、まあ、パフォーマンスどれだけの、パフォーマンスゲインになっています。で、まあ、そうですね、どのデータも、まあ、まあ、小規模、まあ、特に N500 とかで、ちゃんと、ゲインっていうか、効果が得られている、結構大きな効果が得られているっていう、傾向にあります。ただ、やっぱり分操作するので、あまり操作しすぎてしまうと、悪影響を及ぼす。だったり、まあ、効果が半減してしまうようなことがあります。で、パラメータに関しては、まあ 0.1 ぐらいの割合がいい感じっていうことになっています。で、ここまで、分拡張してとかそういうの見てきた、まあ、どれだけゲインが得られるかとかそういう話をしてきたんですけど、まあ、じゃあどれだけ増やせばいいのかっていうところを見ていきます。で、
これ横軸が、オリジナル文に対しての、増やす分数、各、オリジナル文に対しての、増やす分数で、縦が、まあ、どれだけ効果、向上があったかっていうものになります。で、やはり、そうですね、データセット少ない方だとまたそれだけ増やす必要があるっていうような、これが、筆者らが示しているこんな感じがいいんじゃないのっていうもので、まあ、データセットに合わせて、まあ、それぞれ、まあ、反比例じゃないですけど、そういった感じで、まあ、データセットが少なければ、まあ、多めに作ってあげて、ある程度十分になるなら、まあ、少し増やしてあげるというような感じで、作るといいみたいです。で、パラメータに関しても、こういうような感じになっています。分数が増えると、こっちは逆にこう変化操作する、割合をちょっと増やすというような感じになっています。で、これここまでいろいろな操作をして、まあ、有効だっていうのを見てきたんですけども、じゃあ、過去の先行研究と比べて ED がどんな立ち位置になるのかっていうのを見ていきます。で、最初にも触れたんですけど、まあ、これまでバックトランスレーションとか、いろんな、拡張方法あるんですけど、それだとやっぱコストが高いって筆者らは言っていて、それを一覧にしたようなグラフが、グラフじゃすいません、表が左になります。で、LM っていうのが、まあ、ランゲージモデルだったり、まあ、ここではニューラルネットとかも指しているみたいです。で、X データっていうのが、まあ、追加の、外部データを使ってあげるっていうのをやっています。で、まあ、今回の EDA はどちらも必要としない、まあ、今回辞書だったりワードネットを使ってるんですけども、タスクに必要な、データ拡張するための、まあ、モデル作ってあげたり、まあ、必要なデータを探してきて追加してあげるというようなことが必要ないっていうような、確定データ拡張方法になっています。で、筆者らは、EDA は、まあ、必ずしも、こう、まあ、なんていうんですかね、定番というか、強い手法ではないって言っていて、まあ、EDA、まあ、限界があるよねってしています。で、その一つが、まあ、データ量が十分である場合に、精度の向上っていうのはあまり見込めないっていうのと、まあ、プリトレインモデル、を使ったりすると思うんですけど、そういったものを使う場合は、大きな貢献はもたらさないっていうところがあります。まあ、ただ、筆者らはこう最近の手法でニューラルネットモデル、また繰り返しになっちゃいますけど、とか大きくしたり複雑にしたりしていくっていうのは高コストで、そういった手法は避けたい、この EDA のような路線でもこういった研究が進んでいったら、進んでいくような、参考になるようなものにしたいっていうようなふうに触れています。コンクルージョンです。で、今回は、この面ではシンプルかつ低コストなデータ拡張手法っていうのを提案しています。で、まあ、実験では5つの、テキストクラシフィケーションタスクを使って、まあ、精度向上が確認できました。で、その実験の中では、まあ、小規模なトレーニングセットでは、精度の貢献も大きくて、まあ、科学史も避けられているというふうに述べられていました。以上で文献紹介、ただの文献紹介終わります。